ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございマックス村井避難で行こうぜ吉木でございます。はい、ということで本日の動画なんですけれども、競技場全く関係ありません貸し切りです。初めて足踏み入れたんだけど一切活用しない。実はね、やる気元気森焼きチャンネルで午前中走ったんで、かなりの本数走ったんで、聞いてる話と違くてさ。頑張ったよ。でしょ。うん、マジで頑張ったざっくりね2キロ以上走ったの。そうだね。しかも結構ハイペースで。結構ハイペースだった。その様子が森脇チャンネルで見れると。やる気元気森脇チャンネル、ちょっと余ってんじゃねえかもこの動画多分かなり遅れて出るからあ、まあそうだね出てるよね。はい、やっぱり今日ね、過去一かな、うん、過去一インフルエンサーが集まってる感じあるから、都内だけじゃなくて関西勢ランニングのインフルエンサーみたいなのがすごい集まってる感じなので、第1回抜き打ち荷物チェックランチューバーのカバンの中身ってどうなってんのっていうのを丸裸にしていこうと。普通に気になる。俺が普通にね俺が前座らしいね。前座らしい。水産のバックを超えるから女性はちょっと慎重に。それやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで一人目の抜き打ちチェックはデイリカです。こんなキャラじゃない。こんなキャラじゃない。TKD とのコラボは初だね。レイネ君とチャンネルで話すのは初か。そうですよね。この絵面初めて。確かに初だ。結構気まずいんだよ。なんで年下の俺全く気まずいの。レイネ君といえばね、もちろん YouTube チャンネルもすごいんだけど、箱根優勝経験ありということで、普通にトップランナーなんで。そうだね。3年前ですよ。だって中学校3年生の子も小学生ですよ。知ってます？自分が小学生の時のランナー。まっ使おう使おう使おう。あと5年引っ張ります。早速中身を見ていこうかなと。大丈夫？大丈夫ですけど、キャラ的には大丈夫じゃないかも。キャラ的に大丈夫じゃないか。へぇめっちゃ入りそうじゃない？あ、違う違う、あのリュックのレビューじゃないってなんかさ、やだな。このリュック開けた。はい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 。雑に入れる系？ああそうっすね。着替えが何着か入ってますと。私、あ、一緒。レイリ君男の子なんで、ガズガズ。あ、お、じゃじゃん。さすが YouTuber。パソコン常備。素晴らしい。素晴らしいね。素晴らしい。まずか今回、今回東京から佐田に行った新幹線の中でも編集してました。おお、素晴らしい。やっぱ YouTuber はこうじゃないとね。これは鏡だ。移動時間も無駄にしない。着替えが多いっすね。そうっすこっちは。あ、素晴らしいよ。え、何何何？自撮り棒も持ってて、オスモもある。えー、すごい。あ、いいよ、いいです。ほんで、補助充電器と携帯とパスモぐらいなんだから全然面白くないっす。はい、ということで次の抜き打ちチェックの方々はこの方です。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。ランニング製作所と丸尾食堂あれ丸尾はい、ランニング食堂と丸尾製作所の2人です。よろしくお願いします。お願いします。 TKD プロジェクトの動画に出てくるの初めて。芸能人に会ってます。見てくださいよ。実食本数ジャージが入ってて西田です。シャレオツすぎません？ありがとうございます。めっちゃかっこよくない？オリジナルブランドめちゃくちゃおしゃれ。こちらエアフライですね。エアフライ、これも実は僕らが作ってるブランドとコラボ。すごっ。オリジナルブランド作ったり大会もできるってことめちゃくちゃすごくないですか？すごいですよね。よしきさん、はい、結構荷物多くてめんどくさいわ。よしきさん、ちゃんと考えてます。さすがですね。一応 YouTuber やってますんで、はい、ランチの中で編集しようと思ったら普通に酔っ払いました。大阪来て一回負けてないです。ちょっと何集合。はい、何これ。やってるわ。何これ。やってるわ。本当にお酒好きなんですね。すぐに飲めるように。すごいね、本当に。吸水は何も入ってないんですけど、お酒だけ。いやいやいや、今日荷物チェックあるって分かっててこれ入れてました。違いますよね。いつも入ってるんですよね。実食またでかいですよ。基本的にその2月に行くとか、はい、マラソン行くときに遠征になって、リュック一つ持ってない。あ、キャリーを持っていかず、これで全部入れていく。はい。お酒は入っ、あ、お酒すみません、今日ちょっと忘れちゃった。お酒好きって、だからその家でゆっくり飲むとかじゃなくて、そっちも好きですけどって。酒が好きです。ないと思う。酔うのが楽しいとかじゃなくて。いや、もう何が楽しいかわかんない。元気意識高い人。意識高くてすみません。意識高くてすみません。ちょっと最近膝が痛くなってきて。あ、今日も貼られてましたよね。あ、見たことある。何丸お。おおぉ、なるほど。そういうことだね。ちょっと可愛くね、ちょ、後ろ、おお。ちょっと、あるよ。えこれ、なにこれ。何入れてるんですか。何ですかこれ。お腹すいた。お腹すいた。はい、
ということで次の荷物チェックの対象はこいつだ。どうもこんにちは、玉城と申します。よろしくお願いします。やっていきましょうっていうのも結構やったんで、まああんまやんなくていいですか。じゃあカットしようかなって。カットしようかなって。ケンミさんみたいな感じ。そう。いや、よろしく思います。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。お疲れ。失礼します。全然大したことないんですけど、いいですか。3人やったんだけど全員面白かった。ということで、はっきりした。無視ないでください。待って、どのタイミング？うるさい人の口を塞ごうと思って。これはメガネ。目悪くて。試してかけてみて。こんな感じで。かわいい。これ、どう入ってるんですけど、これだとめっちゃいい感じでイケメンに見えます、お二人。マックブックね。なんとかね、100% です。そうだね。みんなでちゃんとパソコン持ってる。ちなみに、大阪まで来て、ここ入ってるわけじゃない。パソコン開いてる。まだ。ベリーすげえな。全然面白くなかったんだよ、あと。大丈夫か。あ、もういいですか。ないっすか。あー、そっか。なんかじゃあ僕からリクエストで。充電器とかは大丈夫ですか。しまいまーす。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで次の荷物チェックのインフルエンサーはこの方です。皆さんこんにちは、高山のほんです。コラボすると思わなかったね。で、僕は動画を何回か拝見させていただいてたんですけども、ちょっとハウトゥー系のすごい分かりやすくやってる動画なので、ぜひ皆さんも見てほしいんですけれども、でもちょっと真面目で硬いお方なのかなって動画の印象からして、で、今日初めて会ってお話するじゃないですか。めちゃくちゃ可愛い。可愛いって言われたことあるかな。え、だって今日410本走ったじゃないですか、はい、全部笑顔で嬉しいじゃないですか。マジで。ということで荷物チェック。動揺してますけど大丈夫ですか。すごい真面目でしっかりしてるみたいな。そんなこと全くないって。カバンに出るって言うじゃないですか。え、ちょっと待ってください。シューズ出していいですか。何に入れてるんですか。待ってる。なんでアディアスの袋あったんですか。だから嫌やって。シューズ袋、はい、多分家にやる。どこにあるかわからない。家にビニール袋。俺も絶対奥さんに怒られるわ。奥さんは、よく言ってくるのは、あなたは前に立つ人なんだから、ちゃんとこういうこともしっかりしときなさい。結果これね。さらにもう一個声がありました。ハッピーターン。タナさんのお土産ですよ。そう、うん、だからすごくお菓子が好きで入れてるわけではないです、うん、なるほど、はい、そういう風にして、なすりつけるやつかなと。やっぱり TK でやばいやんと思って。素晴らしい。ちゃんとこういうところの情報も収集してると。なるほど。そういうことですか。トレンドをちゃんと見とかな、どういう情報を見てほしいのか。やばい、めっちゃ取り上げた。いや、確かにそれは素晴らしい。この辺挽回しようか。あ、なるほど。え、これもいいですか。ゴミさんのか。ゴミさん、あ、はいはい、ゆめちゃんのインスタよく上げてる。てか、ゆめちゃんじゃん。めちゃくちゃ分かりやすいし、色もすごいしっかりしてるから、うん、めちゃくちゃ勉強なしですね。やっぱり説得力あるなと思いながらこう聞いてるけど、読んで勉強してるものをみんなに発信してると思うので、これからも高山マラソンのさんのチャンネル、呼び捨てじゃねえか。はい、ペンやろ。はい、ということで次の荷物チェックのインフルエンサーの方、この方です。どうも、北田高尾です。お願いします。アドベンチャーランナー北田さんということで、初めてお会いして、うん、いろんな話を聞いたんだけど、一番ぶっ飛んでる。主に分かりやすいところだと1000キロ砂漠で1000キロそんなのをやってます。で、一番食らった練習が何でしたっけ。タイヤ引いて100キロやばくない。実食今日一ちっちゃいです。荷物これだけです。え、やっぱり1000キロ走るから、常になんかその最小限みたいな。ありますね。なるんじゃない。そんな感じでも小さくなるし。レースはまた別で、今日このまま走って帰るんで。そうなんですね。これが着替えですか。これ着替え。これ着替えです。着替え系しかないっす。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで禁断の扉を開けようと思います。今回のインフルエンサーの方はこの2人です。デデン。こんにちは、する。インフルエンサーじゃなくて歌手です、スイです。ちゃんと紹介して。自分のペース見失いそうな。実食。ランタラさんにいただいたハッピーターン。バイタルのゴミ。ランタラさんからもらったお菓子。いっぱいもらってるんですか。日焼け止め、イヤホン、サングラス。外はオークリーで中はアイドルっていう。チャギーって。ここすごいの入っちゃってる。なんなの、ギブミスめ。鍵なの。走る時にさ、荷物ポンって置く時あるから、ちょっとしたところにつけといて閉めとけば、もう盗まれない。私はこういうの一応基本的に。GoPro ですね。タラチャンネルです。見てね。僕喋ってて大丈夫。でで、7つの習慣。意識高い。わあ。経営者の人は大体よく。あなたの未来に必殺。当たり前のことが書いてんだけど、当たり前のことやるのが大変だなっていう話で、あとはお小遣いあげちゃおうかな。2000円のクオカード残り100円くらいしか残ってないやつあげるよ。こんなもんで、ありがとう。
ございます。増井さんが起こした身のバイタルのコンビ僕が責任持ってきてます。まず周平初対面。今日って嫌いまだ会わなかった。じゃあそういうことなんで？いや会ってみてなんかイメージと違いました。いやいやそんなシーンなかったですよ。優しくてね場をまとめる、うん、素晴らしい方でしたよ。結構言われるのがインスタのイメージでしてすごい優しいお姉さんやと思ってきたらめちゃくちゃ喋る大阪のおばはんやんけってなってより好きになってくるっていう。見ていってよ。えいいですか？うん、申し訳ないですけど。はい。化粧ポーチ。最高です。最高です。いつでも勝負ができるよ。いろんな場面で勝負って必要でしょ。だからトランプ持ってますよ。いつでも勝負できるように勝負だ。いつでも誕生日祝えるようにないかもね。あタバコとか吸わないですよ。誕生日の時にろうそくに火つける時なかなか身の持ってないんで、サバイバルの意味も込めて火がいる時があるかもしれない。かわいい、それかわいい。そうなんだ、財布なんか見ちゃいけないってお母さんに言われました。女の子の財布なんか見ちゃいけない。見ちゃいけないもの見たい。見たい。財布1000円。1000円。ほんまに1000円や。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで次がラストになります。ラストですね。久しぶりです。久しぶりのタナさんです。いや、めっちゃ久しぶり。タナさん、さすが。おめでとうございます。おめでとうございます。一番違う。いや、多い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 って。それ実食カメラでかっ。しかもカメラと、もうすぐパソコンも出てきて一番必要なものをすぐ取り出せる感じの。はいはいはい。やっぱ仕事ができるんですよ。これは小さい。これの中に入ってるやつ。あ、そう。こんにちは。開けていい？着替え系か。ああ。着替え系か。ちょっと待って。あ。何？それは大丈夫やつ。え、タナさん、なんすか？これはコート。タナさん、これ大丈夫なんすか？え？やばい。何？怖い怖い怖い。ガチで勝ってほしい。いや、それはダメだわ。それはダメだわ。それはダメだわ。刻んでいこうぜ。よろしくでございます。タナさん、イエーイ、お久しぶりです。お久しぶりです。ランチューバーに抜き打ち荷物チェックつっていろいろ回ってんすけど、タナさんの荷物もチェックさせてください。はい。ただ武田にちょっと軽いドッキリを仕掛けたくて、ランチューバーがこれ持ってたらやばいでしょっていうものをタナさんのリュックの中に仕込んでほしくて、ちょっと僕が今日用意してきたものがあるので、女性ものの下着入れてもらっていいですか？1個言っていい？はい。ランチューバーが持ってるとか持ってないからね。そもそも持ってたら変態なんだ。こちら朝買ってきました、タバコ。これランチューバー持ってたらやばいでしょ。ちょっと夢壊れる。今の2つを皆さんのリュックに仕込んでたらどういう立ち回りをするのかっていうのを見つつでやっていきましょう。どうする、どうする、使う？使え、モザイク入れる？タナさん、めっちゃ下げるでしょ。まあそうだね。何もなかった。何もなかったっていうドッキリっていうドッキリ。よくないよ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。